皆さんこんにちは、現役医師の正右衛門です。普段は消化器や肝臓を専門にしている内科医です。今回は血液検査編として甲状腺ホルモンについて解説します。それでは解説を始めていきましょう。まずは甲状腺ホルモンの働きについて解説します。具体的には新陳代謝を促進したり、消化管や心臓の働きを活性化させたりするなど、体を元気にするホルモンです。甲状腺ホルモンの働きは車のアクセルをイメージしていただくと良いと思います。甲状腺ホルモンが出過ぎているような状態は車のアクセルを全開にしている状態です。例としては代謝が更新するので、暑くなくても汗をかいたり、いくら食べてもどんどん痩せていったり、消化管が動きすぎて下痢になったり、テンションが高くなりすぎて不眠になってしまったりと、さまざまな症状が出ます。逆に甲状腺ホルモンが全然出ていない状態はアクセルを踏み込めていない状態です。ですから代謝が落ちているので寒がりになり、食べていなくても太りやすくなりますし、消化管の動きが悪くて便秘になったり、テンションが下がって鬱っぽくなったりします。甲状腺ホルモンをさらに理解するには、甲状腺ホルモンの分泌の調節機構を理解する必要があります。少し難しいですが、甲状腺ホルモンの調節についてできるだけ分かりやすく解説します。まずは3人の登場人物を設定しましょう。脳の視床下部を社長と設定します。視床下部からは甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン、略して TRH と呼ばれるホルモンが放出されます。次に脳の下垂体を部長と設定します。下垂体からは甲状腺刺激ホルモン、略して TSH と呼ばれるホルモンが放出されます。そして最後に甲状腺を社員と設定します。甲状腺からはトリオードサイロニン、略して T3 と呼ばれるホルモンと、サイロキシン、略して T4 と呼ばれるホルモンが放出されます。それでは次に甲状腺ホルモンの調節機構について解説します。まず社長である視床下部は、体を元気にするようにという指示を部長である下垂体に出します。それを受けて部長は社員に、体を元気にするホルモンである T3 と T4 をどんどん作るようにという指示を出します。しかし最初に解説したように、甲状腺ホルモンは車のアクセルのようなものですから、踏みすぎると危ないわけです。ですから血液中の甲状腺ホルモンが増えすぎると、社長と部長にこれ以上増えると危険ですよと報告が入ります。そうすると社長や部長はもう少し T3 と T4 を作るのを控えるようにという指示を出します。どのように指示するのかというと、 TRH や TSH の量が少なくなることで、結果的に甲状腺の刺激が弱まるので、甲状腺から放出される T3 と T4 が少なくなります。補足しておきますが、実は T3 と T4 の大部分は甲状腺ホルモン結合グロブリンというタンパク質に結合しています。そして T3、T4 のうち結合していない遊離型の甲状腺ホルモンをフリー T3、フリー T4 と呼んでいます。実際に解説した甲状腺ホルモンの働きをしているのは、このフリー T3 とフリー T4 になります。血液検査でも甲状腺機能のところはFT3、FT4 と記載してあると思います。それでは甲状腺ホルモンが低値の時と高値の時を見ていきましょう。 FT3 と FT4 が低値の時は、本来は社長や部長からは社員である甲状腺に積極的に甲状腺ホルモンを産生するように指示が入るはずです。そして実際にTSH が高値である場合には、部長から社員である甲状腺には指示が出ていることになりますから、原因は社員である甲状腺が問題だということになります。代表的な疾患としては橋本病が挙げられます。
一方、TSH が定値の場合には、部長から社員にしっかり指示が出ていないわけですから、原因は社長である希少株か部長である下垂体にあるとわかります。代表的な疾患としては、下垂体腫瘍が挙げられます。次に FT3 と FT4 が高値の場合を見ていきましょう。FT3 と FT4 が高値の時は、本来は社長や部長から社員である甲状腺に甲状腺ホルモンの産生を控えるように指示が入るはずです。では、どのように指示しているのかというと、TRH や TSH は本来は甲状腺から甲状腺ホルモンを放出させるように指示する役割があるわけですから、TRH や TSH が定値になることで、結果的に甲状腺に甲状腺ホルモンを産生するのを控えるように指示していることになります。ですから、甲状腺ホルモンが高値であるにもかかわらず、TSH が高値の場合には、社長である視床下部か部長である下垂体に原因があることになります。代表的な疾患としては、TSH 産生下垂体腫瘍が挙げられます。一方、TSH が低値の場合には、社員である甲状腺には甲状腺ホルモンの産生を控えるように甲状腺には正しく指示が入っています。しかし、社員である甲状腺が言うことを聞かずに、どんどん甲状腺ホルモンを産生しているわけですから、甲状腺に原因があることになります。代表的な疾患としては、バセドウ病になります。疾患も詳細に関しては、また疾患編の方で解説していく予定です。それでは今回のまとめになります。甲状腺ホルモンは TRH と TSH と一緒に考えるようにしましょう。甲状腺ホルモンが異常値の場合には TSH が逆の動きをしているかチェックすることで原因が甲状腺なのか視床下部下垂体にあるのかを判断できます。また食べても食べても理由なく体重が減ったり食べていないのに体重が増える場合には一度甲状腺ホルモンを測定してみましょう。今回の解説は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。